皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、栄光の大号令を使います。新カードもデビューして1週間、リサイポイントがついた頃だな。皆様の推しはどうでしたか？お相手は、異周期の号令ですね。槍が強いな、顔料が息苦しそうだぜ。忍者もいますしね、覚醒しないことを祈ります。私の部に挑む者よ。覚悟は良いか？西洋のランコンビ、使うって言ってたじゃん。エミシをたくさん使って吸ったものの、対戦、よろしくお願いします。想定していた運用が全然できなかったので、一旦本採用は見送りました。あくまでお前の手腕が問題だよな。そうです、強いカードなのは間違いないですが、ちょっと訓練が必要ですね。そのうち動画にできるといいな。出ないとエミシだけ吸ったことになっちまう。ですね。といったところで残念、顔料が伏兵を踏んだのはバッド。ただそれだけではすまさんと、孫策に突撃をかましてくれました。さすがは猛将顔料。炎症は戻せませんが、順位計は戻せます。押すのは諦めて主将に回るか。それしかないでしょうね、無念ですが戻ります。幸いお相手も無傷ではないので、そこまで激しく押されることはないでしょう。ひとまず目の前のビスアドは、舞台撤退したつのみ。そうですね、ですが問題はこの後、私の舞台が復活するまでに、お相手はじっくり体勢を整えられます。とりあえず孫策の詠唱開始までは見えてるな。バージョンアップで詠唱時間が長くなりましたが、この状況なら気兼ねなく詠唱できます。大胆奔放だけで押されるとさ、どの契約を使っても式宿が取れないぜ。そもそも魅力による式差もあるので、この主張で式差を作らないと、自利品のままゲームが終わってしまいます。このデッキに栄光は訪れない。あ、本所殿の復活がいつも栄翔カットインでかっけされ、どんどん雲行きが怪しくなってまいります。思考を止めるなよ、こういう時は、とにかく投資、戦う意志を切らしちゃダメだ。もちろん、必死に考えてます。この雷をどう忍ぶべきか。今天下に飛び立つと、このカットイン中に決めたこと一つ、聞きましょう。大胆奔放への対処には式を使いません。白ゲージを明け渡してでも、強引に式差を作ります。なるほど、悪くない作戦だな。だが、明け渡しすぎると取り返しがつかんぞ。その通り、こういう時の主張は、どうにもならないポイントは横に見通最低限で、どうにかなりそうな部分をローテでがっちり守るのが、セオリーだと思います。が、ダメだな、当時のお前には分かってないぜ。焦り。いや、訓練不足ですね。情けないな。おっと、そうきましたか。状況が思わぬ方向に動いたな。はい、これでは相手の指揮消費は9。指揮差を作るチャンスです。この気を逃すなよ。落雷で孫策を落とします。孫策の知力はお、まだ格殺ラインじゃないぞ。顔料の突撃で削ってラインに入れます。兵力が見えない。見えなくても撃つしかないです。暗雲を断ち切れ。ライブの後には、綺麗な空が待ってます。さあどうだ、主力表示確認。消えてる。落とせましたね。よくやった、純真。こんなとこでつまずくかよ。いいね。はい、さらにここからが問題。構成はまだ終わってないからな。ひとまず双剣を止めましょう。順受けが落ちちゃいそうなんだけど、めちゃくちゃ嫌ですが、工場の方が嫌なので。順受け、すまない。ただ、この撤退は本当に嫌でした。工場を止めたかったなら仕方ないのでは？そもそも出す位置が違ったんですよ。初めから双剣と乱戦してればよかったんです。確かに。孫策は落雷で落とすんだから、無駄な兵力消費がそこにあったのか。主導開始時のミスがここに結実しましたね。決して仕方なくない、防げた撤退だと思います。無念。今は死ぬぞ。と、ここでようやく双剣を撃破。ひとまずこのターンは終わりか。これは延期も撤退してくれますね。さて、本所殿は威風堂々、張り切って復活してくれましたが、他二人が揃わないうちは攻められないな。ただ、ここで二人が生き残っていたとしても、栄光フルコンを決めるための式はまだないので、ここで一気に、とはならなかったかと、一応言い訳ができるロスではあったと、非常に苦しい言い訳ですけどね。さて、お相手の攻める振りにバッチリ食られて、悲しくなったところで舞台復活。お相手はお相手で双剣が刻印持ちだから、その復活を待たされてる感じだな。はい。つまり、ここからは私のターンです。ああ、柵が邪魔なので橋攻めします。割ってる時間はないか。ないです、栄光の大号令が切れちゃいます。と言いつつ、純真が柵に向かっているが。良くないですね。何が良くないって、一貫性がないですよ。悩みを断ち切れていないな。こういうちょっとした悩み、ノイズが、勝敗を分けるなんてこともありますから。号令はまだ打たないのか？式中にで打てるかなって。ただ、我慢できませんでした。純真の兵力も減ってるしな。引っ込ませなきゃよかったですよ、本当に。だがもう待ったなしだぞ。はい、行くしかありません。さあ行くぞ炎翔、両家の力見せてやれ。今こそ炎家の力を炎家に示すはずだ。ここはもう落城狙いで全部突っ込みます。
6体点か、その勢いよし。炎症、陣受け、全力で殴れーと、ここで孫作の栄翔が完了。しかもこの遊軍、トリガーは孫作じゃなくて、微周期の号令。主上術か。私も、お父様のように。せめては迅速、守りでは主上術。相変わらずいい性能してやがるぜ。ただし、こちらも工場には自信あり、いいぜ孫作、かかってこい。高等の勝破を今天下に飛び立つぜ。孫作が右に到達するまでに、落城できれば私の勝ちです。落城できなかったら、それはその時考えます。さあ、宝具解放。これで純真、顔料の寿命が伸びて、武装の視線の式も溜まるぜ。2枚看板を使おうか悩んだんですが、刺さると、絶対刺さる。というわけでやめました。顔料、命燃やして槍を消せ、孫作を止めるんだ。曇り空か。式録まであと1秒。早く、早く溜まってく溜まったぞ。ボタンを押せ。純受け、お前の工場に全てをかけるぞ。選択は当然青。頼む言ってくれー。この炎の中で死ぬ。俺と共に。というか今、ボタンを押すのが遅かっただろ。1秒ほどロスしましたね。もしかしたら工場1回分損したかも。うむむ。押し切れるか。ひとまず双剣粉砕。これで間違いなく一発は入ります。が、顔料が落ちる。なんと見事な。顔料、素晴らしい足止めだったぞ。まずは炎症の工場が入って、陣受けの工場が、入りました。届かなかったか。工場術でなんとか一発。無理ですね。微周期の主上術に加え、延期の主上術も確定しています。そうか。ひとまず、準受けは戻れないので落ちます。ここはもうできるだけ早く落ちてもらって、戦線復帰の可能性を残さないとな。こういう時に刻印は本当に痛いですね。準受け、お前は本当によくやった。準受けの頑張りに報いるには、守りきるしかありません。残り15カウント。この守りで唯一の救いは、双剣の刻印か。はい、彼はおそらくもう向上できません。契約を使えば別ですが、いや、ここはおそらく、まずは宝具から入ってきましたね。白玉のことを考えると、タイミングとしてはやや早いかな。おそらくですが、工場役を損死にしたくて、そのための兵力が足りないと判断したのかと。よかったな、大攻勢じゃなくて。ですね、本所殿も元気いっぱいで復活。さあ周期、すまんが道を開けてくれ。私も、お父様のように。正真正銘のラストアタックだな。純真はとにかく横弓、炎症と顔料は命尽きるまで乱戦します。潜って突撃を避けるんだ。避けなさい。見てもらえればわかると思いますが、この時すでに私の思考回路は限界。正気を失ってるな。残りカウントしか見てない奴の動きだぜこれは。こういう時に冷静にローテできるメンタルが必要なんですよ。わかりましたか？みんなはわかってんだよ。お前なんだよわかってないのは。残量、もうお前だけが頼りだ。あと2カウント、城を守ってくれー。内乱も入るぞ。このゲージが溜まったらアウトだか。残量終わった。いや、まだ準受刑がいます。復活してたのか。準受刑、もうお前だけが頼りだ。さっきも言ってたやつ。城を守ってくれー。対戦、ありがとうございました。最後、双剣も向上してたな。まさかあそこから向上するなんて、やはり忍者は恐ろしいですね。まあ何にしても、守れてよかった。ご視聴、ありがとうございました。